甲州財閥の一人である、根塚一郎の銅像。甲州財閥とは、明治期の東京や横浜で顕著な経済活動を行っていた甲州出身の実業家たちのことで、著名な人物は、若尾一平、若尾育造、若尾明八、天宮慶次郎、根塚一郎、小野金六、穴水洋七、小池国三佐竹作太郎、神戸巨一、堀内良平である。 その中でも、若尾一平と天宮慶次郎は二大巨頭と言われている。公衆財閥の実業家たちは協力し合うこともあったが、対立することもあった。例えば、天宮慶次郎は1893年10月に東京市街鉄道の設立を申請しているが、若尾一平は翌11月に東京馬車鉄道の電化を申請しており、 東京市外の鉄道において二人は対立していた。共同意識で緩やかな資本連合を持っていた山梨出身の実業家を意味する総称で、明治中期から昭和初期にかけて鉄道会社や電力会社、証券金融会社を設立、または買収し、各方面へ幅広く展開した。財閥とは、本来は三井財閥や住友財閥など、一種の業種が、 同族的支配関係により組織された独占資本を意味するが、ジャーナリズムにおいては実業家集団の決断を指すことがあり、同様の総称には、公衆財閥、佐賀財閥、中京財閥がある。関西を中心に活動し、阪急東方グループの創始者の一人である、小林十三は山梨出身者であるが、公衆財閥とは別の地方財閥とみなされている。 海野国では近世に甲府城下町が発達し、甲州街道や富士川州運をはじめとする諸街道、物流網が成立し商業が展開される。甲府城下町では洋下町を中心に大棚を構える有力商人が出現し、一方で在方においても、養蚕やタバコ、家事栽培など商品作物の栽培が行われ、農館漁業として行商を行う商人が出現した。また、 藤川周運では、海外輸送を行う下げにとして塩などの物産を輸入しており、これに携わる有力商人が存在していた。安政6年横浜港が開港されると、甲州や中江門、川出五郎江門、若尾一平ら東気商が出現し、彼らは横浜に店を構え産紙や果樹など、甲州物産を輸出資材を成した。中江門らは、 その後、養蚕教皇により没落するが、若尾一平らは、新校長人として成長し、彼らはいずれも、甲府町方の商人に対して在方に出自を持っている。明治中期には、若尾一平、天宮慶次郎、根塚一郎らの先駆者に続きをの金禄、小池国蔵、小谷徳兵、堀内良平らが出現し、彼ら養蚕、キーと事業で得た資本を当時有望性のあった。 鉄道や電力などの新事業に参入する。中央線の付設に際しては対立するものの、1896年には山梨県内の合掌農村を総動員して、東京電灯の株式過半数を買い占め、電気やガスなどの公共事業や株式投資で産業界における存在感を強め、明治後期、大正時代には山梨県政や東京市政にも参画した。 昭和初期の金融教育。戦後は財閥解体などにより規模が縮小し、その後もロッキード事件などの汚職に公衆系資本が関与したなどによるイメージダウンや平成不況などにより廃業、合併する企業が増えるなど現在では公衆系資本の影響力は低下している。公衆財閥は戦後の山梨県近現代史研究においても主要な研究テーマとなっており、 斎藤康彦は、若おを題材に、地主、企業家、銀行家のそれぞれの側面から分析し、公衆財閥を支えた、高濃焦燥の考察や地方産業の研究と、合わせて、山梨県近現代の経済産業史を通感している。また、山梨県立博物館では、若お家など、公衆財閥に関係する展示を行っている。小池国造、 ありがとうございます。